裏返せば薄皮とサラサラして流行ってるらしいですよ。
私は今一瞬忘れてます。目の前に広がってる光景、江戸時代加藤小判という一人の若者が高速競走、競歩、今でいうジョギングですね、をしていた時に投げられた天狗で汗を拭いたところ、面白い顔の形の顔型が映り、それが当時大流行したそうで、後に加藤小判、カート小判に転生するんですけども、現代に至りましては、こちらにいらっしゃいます、福岡ユーテロの店長原尻さんの営んでいるライブハウスの隣に加藤小判という、現代の加藤小判を楽しめる、いろいろな曰く付きの、いやいや、スパイスカレーのとっても美味しいお店がありまして、ユーリガガンさんにもぜひとも福岡に引っ張り込んで、で監禁して食べていただきたいところではあるんですが、皆さんも今一瞬コロナだということをたくさんの人が忘れてしまっていたと思うもし本当になくなったらどうか福岡まで来てください。加藤小判、江戸時代の話は ほとんど嘘になってますけど、これからやる曲は本当に私が作った曲です求められてる？ちょっと機内でチューニングが狂いやすいという呪いにかかってまして、飛行機の気圧でですね、あとはギブソンがもともと壊れやすい種類のギターということもあり、ガサツな昨夜も慎重に扱っているところで、慎重のチューニングが今無事に終わりましたので ここまではアルバムの曲でしたが、続きましてはセカンドアルバムのご準備を行っております、私どもがしたためております、真夏の名曲海水三昧
ギターが機内モード入ってました。あの偉大なお告げね、あの MV を撮りましてこの間。わあ、やった。一回家でブリーチして赤毛を入れて、なおかつオレンジのカラーバターを入れてバッキバキに仕上げてきたんで、映像を楽しみください。そして今は真っ黒のカラーバターを入れて変装してます。これを撮るととか言って滑っちゃったりする中で、サゴヤンが10代の時に書いた珠玉の名曲「家」。あの時は家に帰るのが嫌だったような、家にいたかったような、みんなにもあったでしょ。そんな思い出の曲ですよ。いや違う違う、思い出にはしてない。今から始まってるんです。今からです。私は今バランタインというちょっとハイスペックなスコッチウイスキーをロックで飲んでます。ほんじゃ初披露ですよ。なんとベースメットバーさんにはあの初披露のバッサコヤンズのどこでもやってない曲をやるっていう、そういう怨念が集まった会場でもありますか。今回あの誰どこにもやってない曲です。家、家という曲ですよ。ハウスね、ハウス。じゃあやろっか。緊張するね。緊張してますよね。じゃあ頑張ってください。Thank you.
誰でも一度は誰かに見られてるとそう思ったこともあるでしょう。私も読めもしないような難しい詩集を古本屋で買い、わざと表紙が見せるように電車に座り、私は読書家です、私はインテリですとたむろして、駅をわざと乗り過ごしてみたりかっこつけていた10代もありました。そして時効ですがタバコも吸ってます。その時からも今も時々やめましたけど、そして東京では路上喫煙すら難しい時代に誰でもしっかり見ているんですよ。怖い。でも人の視点を感じることは私の人生でとても多かったです。ただの自意識過剰だし、弟にもよくそれで喧嘩したことがあります。気にしすぎなんだよって罵倒されたことも。そんなウイスキーの効果も出てきたので、ここで涙ながらに歌いたいところなんですけども、私はこの曲が大好きです。だって意味が分かんない詩をたくさん書けたから、パズルのようにみんなにも解読していただきたいというエゴな思いでいつも作詞をしてますけど、じゃあ行こうか。
お別れですよ。バイバイ。ちょっと急に悲しくなりました。さこやんのいつも突然悲しくなる、いや嬉しさのあまり悲しく、とってもいいライブでしたね、本当に。ありがとうございます。本当みんな危険、いや危険ではない、いやこのコンクリートジャングルをかき分けてよくぞ来ていただきました。本当に心よりお礼申し上げます。ありがとう。ユリガガンさんと本当にできて本当に良かったです。カーターショー、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 いないから やりたい放題。あ、いるか。あ、その辺にいる。あ、ごめん。嫌がってます。嫌がってることを普通にしてしまう。ほんじゃあ、アルバムの曲は全部やるというセットリストをですね、前回も来れなかった方も多数いらっしゃったかと思うので、今回もそういうセットリストにしたんですけど、最後の1曲残しておきましたから、みんな気づいてるでしょ。この曲は私からラットとブルースドライバーを組み合わせて、踏まさせていただきますので、それでは皆さん本当に気をつけて物販を買ってください。
めまして、サクヤンズのサクヤンです。通り過ぎたのが清川雄太郎、原尻店長。こちらの、物販に置いてある T シャツをこよなく愛するたけしくん、たけちゃん、TKC、たけやん。そしてこちらも T シャツをこよなく愛しているみやこ先生、いちごちゃんです。その昔、あの美少女コンテストで、これ女子だ、ごめんなさい、すみませんでした。賞を取ったはずなんです。本当の話です。みやこさんは本当にアイドルだったんですよ。違うって。でもあの85は本当だと聞きました。さあ皆さん、アンコールありがとうございます。すいません、あの調子に乗ってました。お察しの通り、ちゃっかりアンコール分も練習しときました。やっぱりやりたい曲といえば、あのもうアルバムの曲はやったので、次に入りそうな、もしかしたら入るかなっていう、まあ、大体そういう場合入るんでしょうけど、そういう曲をやりたいと思いますよ。ではあの時、あの12月にベースメントバーで初披露した飲み物を買いに行こうです。どうやるんだっけ。あ、 OK です。みんな、あの本当に気をつけてね。あのコロナだけじゃないよ。コロナうるさい。あの違うんだよ、あの体に気をつけて、ただそれだけでいい。はい。後でたくさんお酒を飲みたいと思いますので。あ、いやいや、もう無理か。もう無理なんだ。あ、もう無理。じゃあコンビニで行きましょう。いやいやいや、ここでも多分買えます。ギリ走って、みんなこのアンコールが終わったら早くアンコールをしますから、早く走って買いに行ってください。じゃあみんな気をつけて帰ってね。大丈夫、君も虫になればいい。
また遊びに来てください。私の好きなホラー映画は悪魔の生贄です。ありがとうございました。バイバイ。